はい、どうもこんばんは。今回もちょっと3代目の動画でやっていこうかなっていうふうに思うんですけども、おとといね、あのエグザイルのファンクラブから、あの簡易特典が届いたんで、ちょっとあの紹介してみたいなっていうふうに思います。ほい、これじゃあこのね、あの3代目のファンクラブでもこんな冊子があったと思うんですけども、いつもエグザイルトライブを応援していただきありがとうございます。エグザイルオフィシャルファンクラブの継続特典を送付いたします。何かあればファンクラブサイトまでお問い合わせください。今後ともエグザイルをよろしくお願いしますって、これはね3代目のあの特典でもついていましたね。で見てみて、でエグザイルのファンクラブの方はこれちゃんとしたこんなあの箱に入ってますね。これがね、あの鏡ですね、中身の。これね、めっちゃね、反射するんですよ。だからこれ、角度をちょっと変えたら、ちょっと私の、姿がちょっとバレちゃうんで、ちょっと、このままで、ね、ちょっとキープしておきたいんですけども、いや、ちょっと私の顔ね、ちょっとさすがにちょっと見せるのは、ちょっとほんまに申し訳ないんで、本当に皆さんに申し訳ないから、ちょっと姿はね、ちょっと見せないんですけど、で裏面が、鏡の部分になってますね。これ今ちょっとテープが貼ってあるんで、分かりにくいんですけど、このテープを剥がしたら、鏡になってます。このテープ剥がしちゃったら、もう私の姿もう丸見えなんで、ちょっと今回は剥がさないでおきますね。申し訳ございません。そして今回のね、本題なんですが、今市隆二さんの、台湾でのファンミーティングね、あったんで、私、旅行が大好きなんで、これはぜひともちょっと動画にしておきたいなっていうふうに思って撮らせていただきました。ちなみにね、これね、申し込みの方はもうすでに終わっているんですけども、まあ、今回台湾っていうことで、初めての3代目としては、あれですね、海外での、ツアーになりますね。それでやっぱり代金がですね、普通のまずチケットの方を見ていきましょうか。これね、1階の特等席が、日本円にして約1万4000円なんですよ。そして2階席が、まあ、だいたいおよそ9400円になっております。まあ、やっぱりどうしてもね、海外っていうこともありまして、ちょっと割高になるのかなっていう風な印象はありますけども。でもね、やっぱりね、海外やっぱり見たいよね。普段とはちょっと違う景色でね、メンバー見たいですよね。そしてね、これね、JTB の、ツアーパックがあったんですけど、大体値段の平均見てたらですね、まず1泊2日で帰っちゃう方ね。だから本当にこの今市さんのファーミーだけ見て、観光をする時間もなく、そのまま日本と日本に帰っちゃう方が、こちらが、だいたい約10万円。そして、2泊3日のコース。今市さんのファーミーを見て、そしてちょっと、台湾を観光できるかなっていうコースが、これが約15万円。そしてちなみにですね、台湾を普通の旅行で行くとしたら、大体平均は、まあ、10万円以内で行けるんですよ。平日とかね、2泊3日で。で、まあ、一人旅行になったら、ホテル代金が、ちょっとね、割増になるんで、まあ、ちょっと値段が上がっちゃうんですけども、まあ、やっぱりちょっとね、こういうイベントの、委託されているね、ツアーっていうのはちょっと割高になってしまうかなっていう風な印象はありますね。だけどね、これね、今市さんとこの写真が一緒に撮れるんですよ。これだったら、ほんまの推しだったら、やばいよねっていう話で。だったら、ちょっと5万とか高くても、まあ、台湾、この際に、ちょっと旅行しながら、ちょっと行っちゃおうかっていう風になってしまう方もおられると思うんですよね。うん。
で、なおかつ、限定グッズもついてくるっていうことで、まあちょっとね、ファンだったらこれは、やっぱり行っちゃいますよね。あと、実は私なんですけども、だいぶ前に一度だけ台北に旅行に行ったことがありまして、ちょっとだけ、観光についても触れていきたいなっていうふうに思いますね。このね、まずね、台湾で有名な観光地といえば九份っていうところで、ここね、夜になると、提灯がね、点灯してすごく映えるんですよ。ちなみに皆さんご存知かと思うんですけども、ジブリ作品の、千と千尋の亀隠しのモデルが、この九份になっているのではないかっていうふうに言われている場所ですね。で、ここね、特にこう、なんか、他に観光ができるところがあるのかっていうふうに、まあ、尋ねられたら、まあ、そこまで観光できるところはないんですけども、本当にこの階段を登った先に、この細い路地がありまして、その中に、こう、お茶屋さんとか、なんか、いくつかお店があって、で、その細い路地を抜けたら、普通の確か、国道だったと思うんですよね。で、本当にちょっと、ちっちゃな、こう、観光地なんですけども、まあ、とても、夜に行ったら写真がもう映えるスポットになっていると思うんで、もし、この、今市さんのツアー行かれる方がおられたら、ぜひ一緒に行っていただきたいスポットになっております。あと、韓国じゃないわ、台湾だ。台湾ね。あと、台湾はご飯結構ね、値段も安いんですよね。ね、安いし、で、夜市っていうね、夜になったらいろんな、屋台のね、お店が出る、地域もありまして、まあ、そういうところもね、行かれる方は、楽しんでいただけたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。ちなみに麺類も結構多いんですよね。汁なし麺とかって言うと、最近日本でも台湾ラーメン屋が増えてきてると思うんですけども、まあ、これもね、おすすめです。で、このね、お肉系の麺はね、私も現地で食べたんですけども、結構あっさりでしたよね。あっさりだったんですよね。本当に、辛くもなく、濃くもなく、見かけによらず非常にあっさりで、本当にかけうどんを食べてるような感じでしたね。そして他にも、小籠包とかもやっぱりちょっと有名でして、この小籠包とかはね、本当にね、ぜひ食べておきたいね、このね、ご飯なんですよね。これはめっちゃ美味しいです、本当に。麺とか、ああいうね、他のご飯よりもやっぱり、この小籠包とかやっぱりね、本当にね、本場で食べたらすごい美味しいですね。これはぜひ行かれる方ね、皆さん食べてもらいたいところではあります。そしてスイーツ。スイーツはね、やっぱマンゴーが有名でして、マンゴーかき氷とか有名ですね。食べてみたんですけど、これはなかなかいけました。そして、ちょっと前に日本でも流行ったこのタピオカのドリンクもあります。ちなみに私、恥ずかしながらタピオカは未だに飲んだことなくって、どんな味なんだろうね、これ。で、このつぶつぶがどんな感覚なんだろう。本当に。未だに実は食べたことなくて。食べたことじゃない。飲んだことなくって。あとは、この本がちょっと古いんですけど、最近だと台湾カステラっていうのもちょっと流行っていますね。まあ、ご飯とかもね、結構安心して食べれるんで、本当に。なおかつお値段もね、安いんで、ぜひぜひ2泊3日で今市さんのツアーパック行かれる方は楽しんでいただけたらなっていうふうに思いますね。はい、というわけで今回は JSOUL BROTHERS のね、初めてのファンミーティング、今市隆二さんのね、台湾のファンミーティングについて
触れさせていただきました。まあちょっとチケットのね申し込みが切れたね後に動画出してしまって申し訳ないんですけども、まあこれでまあちょっと少しだけこの行かれる方の参考になればなっていう風に思っております。それではまたお会いしましょう。それじゃまたねー。